もう原発はいらないと多くの国民が言っていたのに、どうしてこんなことになったの？未来というのは言論の自由を守ると、僕にはタブーはない、全部言っておいてきます。なんで信じてしまったの？安全を起こすやすいくらいはない、それ全部使った。250キロ圏内の住民は避難しなきゃ。僕も危ないじゃん。危ないんだよ。5000万人どこ避難すんだ。みんな無責任だよ。今みんなごまかしてる。国民の税金を使うってこと。こんな嘘をよく抜けなきゃと平気で言うな。これはあんまり報道されないで。王様の耳はロバの耳。久しぶりだね。